青函連絡船。青函連絡船は、1908年、明治41年から1988年、昭和63年までの間、東北本線及び、大宇本線の終点である、青森駅と、津軽海峡を隔てた北海道、函館本線の起点である、函館駅とを結んでいた、鉄道連絡船。鉄道国有化直後の国鉄により開設され、 国鉄分割民営化後、間もなく開業した青函トンネルにその役割を譲って、就航した。航路の名称は、青函航路、実距離は61回り、旅客営業キロほど 113.0km、貨物営業キロほど 300km で、青函航路は、陸岸から最も離れる津軽海峡中央部でも20回り以内のため、就航船の航行資格は、 区域であった。国鉄 JR 以外の組織が青森港箱館交換に運行する航路は津軽海峡フェリー、青函フェリーを帝国鉄道庁、国鉄による連絡船就航以前の遠隔については青函航路を参照。イギリスで建造された当時最新鋭の蒸気タービン船平不丸型2隻を用して 国鉄直営航路として1908年、明治41年に開設されて以来、本州と北海道の鉄道を連絡する機関ルートとして、客貨双方の輸送になってきた。1925年、大正14年には、日本初となる大型車載客船、昇法丸型4隻による鉄道車両構想を開始し、貨物輸送効率の画期的な向上を達成した。しかし、 太平洋戦争末期の1945年、昭和20年と1954年、昭和29年の東山丸台風では多くの尊い人命と連絡船を失い、そこからの復興に努めながら、その後の日本の高度経済成長を支える大動脈として当時の最先端技術を駆使した連絡船を多数就航させた。1972年、昭和47年には、 1>, 1日最大30往復もの運行をする最盛期を迎えたが、この頃から開設され始めた長距離フェリー航路の影響、国鉄運賃に対する航空運賃の相対的低下、1973年、昭和48年秋の第一次オイルショックに続く景気低迷、さらには度重なる労働葬儀による国鉄離れもあって、1970年代後半、 昭和50年代以降は旅客、貨物とも急激に減少し、厳選、厳便を重ねながら、1988年、昭和63年3月13日の青函トンネル開業まで、この期間ルート維持の使命を全うした。運行区間は全期間を通して青森と函館間であったが、1944年、昭和19年から1984年、 昭和59年までは、函館港内有川ふ頭の貨物専用岩壁も使用された。また、青森側でも、1946年、昭和21年から1948年、昭和23年にかけての短期間、夏止まり半島東側の小港に、LST 階層貨車と専用の三橋を急増し、上記の有川ふ頭との間に、 LST 階層化車と線航路が開設されていたことがあった。また、下記を中心とした連絡船による航路外の港への周遊運航は、1926年、大正15年以来、就航まで、1936年、昭和11年から1947年、昭和22年の輸送力不足と戦争、混乱の時代を除いて、たびたび実施された。 1908年、明治41年3月7日の開設当初は、青森、函館とも連絡船が着岸できる岸壁はなく、置きかかりで、旅客、貨物は商場規制や橋形を用いて、上下線、2役が行われた。運賃、料金はすべて廃止時のものである。普通運賃は、子供半額で、それ以外の料金は、大人子供同額。なお、国鉄、 JR の鉄道、バス路線と航路等を乗り継ぐ場合には、それぞれ別々に、運賃、料金を計算したが、航路を間に挟んで国鉄、JR の鉄道路線を利用する場合、前後の鉄道路線の営業キロは通算し、そこに、静函航路の運賃を加算する方法が取られていた。通貨連絡運輸に準じた取扱いである。例えば東京から、東北本線、静観航路、 函館本線経由で札幌に行く場合、運賃は東北本線と函館本線の営業キロ数を通算した運賃と青函航路の運賃の合計となった。乗用車の構想は車の長さが3メートルまでが9700円、4メートルまでが12900円、5メートルまでが16200円。 5メートルを超え点3メートルまでが21,100円で、高層料金には運転する人1名の運賃が含まれ、往復割引も設定されていた。高層申し込みの際には、車検証を提示する必要があった。自動車外は、自転車は700円、オートバイスクーターは 125cc 以下のものが1,100円、125cc を超えるものは2,200円だった。なお、 いずれも乗船者の運賃別である。青函航路は、本州、北海道間の一般的な移動手段が鉄道だった1960年代までは、メインルートの一部を担っていた。青森発着の、初狩り、道の区、白鳥などの特別急行列車や特急、白鶴、夕鶴、急行休校、八甲田、となどの夜行列車、函館発着の特急、大空、北と、 北海、大鳥、急行、宗谷、ニセコ、スズランなどの優等列車や夜行普通列車は、青函連絡線との接続を重視したダイヤを組んでいた。青森と函館では深夜、早朝に発着する例、下記の1.2便接続も見られたが、札幌での時間を有効に使えることから、利用率はかなり高かった。なお、上野駅、青森駅を結ぶ、寝台特急、 ユーズルは、最盛期には7往復が設定され、岩手県内や青森県内での有効時間帯を重視したダイヤ以外に、電車寝台を使用した列車を中心として、青函連絡線、接続、3.4便を意図したダイヤも組まれていた。列車番号に関しても、電車寝台を使用した1往復を除き2本ずつの続行運転を行っていたため、下り列車は、 先発列車が五千番台、続行列車が一桁もしくは二桁の列車番号が与えられていた、上り列車は逆となる。各列車の列車番号と接続する静函連絡線の便名は揃えられており、下りの一便接続を例にとると、本州側が初0狩りの 1M や白鳥の 4001M など、北海道側が大空の 1D や北海の 11D などとなっていた同時間帯の上りは、それぞれが2となる。青函航路と接続列車との間には、最短でも20分程度の乗り換え時間が取られていたが、列車が青森駅や函館駅に到着した際、あるいは連絡船がそれぞれの桟橋に着岸した際には、目指す船や列車の席、自由席を確保しようとする乗客で、プラットホームや、 古戦橋がごった返す様子も見られ、荷物を抱えた乗客が競って駆け出すことから、桟橋マラソンと呼ばれる光景を見せていた。時には接続する、連絡船が定員を超えて乗船できない、積み残しが起こることもあった。なお、鉄道の座席指定券の発売は、乗車1ヶ月前、1980年、昭和55年9月までは7日前からが原則で、あるが、 生管連絡の乗客の座席を最優先に確保するため、本州、北海道の指定券を乗り継ぎ割引で購入する場合は、指定券は1980年、昭和55年9月までは8日前から、同年10月以降は1ヶ月1日前からそれぞれ発売された。1ヶ月1日前発売、1980年、 昭和55年9月までは8日前となる列車は指定されており、函館発はすべての列車が対象になっていたのに対し、青森発の列車は2かり1980年、昭和55年9月までは全列車、同年10月以降は2号のみ、道の区、白鳥、白雪、稲穂4号、8日前発売は1980年、昭和55年9月まで、 同年10月以降は1ヶ月前発売のみが対象となった。国鉄 JR の規則では航路の乗船券の名称も乗車券だった。多数の乗客を安定的に輸送するため、本航路では青森駅、函館駅での接続列車の指定券を持つ乗客を最優先に乗船させる施策を取った。航路廃止時、1988年。 昭和63年3月13日には、函館と札幌方面を結ぶ函館本線の特急、北斗には、青函航路連絡の乗客の乗車を確実なものと、するために、全車指定席の便が一応往復設定されていた。次に優先されたのは、優等列車の乗客で、青森、函館機の特急列車、急行列車の車内では、優等列車からの乗り継ぎを区別するため、 特の文字や赤い線が印刷された乗船名簿を配布する方法が用いられた。本州、北海道を結ぶ動脈の役割を担った、青函連絡船は、貨物が1971年、昭和46年に855万3033トン、旅客が1973年、昭和48年に、利用者498万5695人を数え、 それぞれピークを迎えたが、航空機とフェリーの利用の増加、国鉄の鉄道利用客、旅客と荷主の減少などの要因により、1974年、昭和49年以後は利用が減少傾向に転じ、国鉄離れの加速で、歯止めが効かずに末期には換算としていた。末期でも、青森ねぶた、函館港祭りの行われる旧本、広崎、 箱館の観王と時期が一致する、ゴールデンウィーク、年末年始などの最多客機には超満員となり、臨時便、臨時客扱いの運行や乗船名簿に便名、または出航時刻をスタンプで応印した乗船名簿を配布する措置が取られることがあったが、通常機の利用状況は悪かった。利用客数は最末期で年間に約2 0 0万人だった。 しかし廃止が決定されてからの1年間は260万人に利用客が増えた。その多くが生官連絡船に別れを惜しんでやってきた者たちであり、それまで一度も連絡船に乗ったことのない者までがお別れ乗船のために全国から訪れた。普段であれば、当期間は換算としていたが、1988年、昭和63年1月から3月の土日には、 臨時客扱い、臨時便を行うほどの活況を呈した。1988年、昭和63年3月13日の青函トンネルの開通に伴い、同日をもって青函航路の通常運行が終了し、青森函館間の連絡は青函トンネルに委ねられた。その後、青函トンネル開通記念博覧会に合わせて、 同年6月3日から9月18日まで1日に往復の暫定運行、復活運行がなされた。これが終了した翌9月19日付で、生函連絡船は正式に廃止となり、津軽海峡から完全に姿を消した。なお、この期間は通常営業時は入ることができなかった操舵室や車両看板が公開された。また、 線路扉を公開中に開いて見せることも言ったが、監督官庁の指導により中止された。廃止後20年以上が経過した現在でも、青森駅には連絡線の案内表示や桟橋の可動橋へ向かう線路など、静観連絡線の痕跡が数多く残っており、函館駅や有川桟橋周辺にも着眼の際に目標としてもいていた標識などが、今でもわずかに残っている。 1986年、昭和61年には、国鉄が、荷物、郵便輸送から撤退したのに伴い、聖刊連絡線での郵便輸送が廃止された。貨物輸送については、運行終了日の1988年、昭和63年3月13日、青森期6時35分の170便、発行田丸をもって、貨車構想が終了した。 乗用車構想は津軽丸型車載客船を用いて、1967年、昭和42年6月1日より開始された。積載場所は、遊歩乾板後部の遊歩スペースで、乾板上で、U ターンしなくて、住むよう両限の柵の一部を開閉可能な構造として、乗用車乗降口とした。これに対応するため、青森第一岸壁には、福岸主側から、 遊歩甲板船尾現状口口に達する車路が、函館第二岸壁には、遊歩甲板船尾左現状船口まで乗用車を、昇降するエレベーターが設置された。乗用車は、船の進行方向横向きに、二台十列が三列の六台、積載であった。当時は、青森、函館領域の構内配線改良工事は、未完で、積載鉄道車両の積み下ろしを迅速に行い、 55分で折り返せる岸壁は、青森第二岸壁と函館第二岸壁だけであった。このため、津軽丸型の那席による3時間50分運行は行われていたが、5船12往復と1船二往復の組み合わせで、青森と函館の使用岸壁の割り当ても複雑であった。このため乗用車乗降設備のある、青森第一岸壁と函館第二岸壁相互間。 発着便は限られており、また、旅客定員の関係から、なるべく特急接続便は避け、さらに同年3月から就航していた、東日本フェリーの生函航路と重ならない、時間帯での設定、などの条件から、岸壁変更なしで乗用車構想可能な深夜の特急接続便1便2便、同じく岸壁変更なしの午後の特急非接続208便、並びに、 青森第二岸壁発ではあるが第一岸壁着発便とは重ならない夕方の特急非接続209便を第一岸壁発に変更の上これらに往復で乗用車構想を開始したところが乗用車構想開始後間もなく満車状態が続くようになり8月1日から9月20日まで津軽丸型で運行される深夜の貨物便258便253便の 青森での折り返しを期間中のみ、第2岸壁から第1岸壁に変更し、乗用車高層便として3往復とした。さらに9月27日発生した室蘭本線、豊浦東野間岸壁崩落による貨物輸送障害対策として、同年10月10日から10月20日まで、東日本フェリー生館航路がトラック高層に専念できるよう、 国鉄は258便253便の復活のほか、岸壁変更不要であった特急接続便の4便と貨物便259便でも乗用車構想を行い4往復とした。しかし、その後は元の2往復に戻された。1968年昭和43年7月1日からは多客機に対応するため、 上記4往復に加え、貨物便254便、特急接続便5便の青森折り返し岸壁を第2岸壁から第1岸壁に変更。106便207便も同様に青森折り返し岸壁を第2岸壁から第1岸壁に変更し、計6往復の乗用車構想が行われた。1968年、昭和43年10月1日大夜改正では、青森、 箱館両山橋とも、第1岸壁、第2岸壁同時作業での55分折り返し、運行が可能となり、津軽丸型の全面2.5往復運行が開始された。津軽丸型2隻5往復の運用を3組とし、それぞれ、甲、乙、平型等として、計15往復運行された。このうち、深夜の1便と12便、午前の5便と、その反対便の20便、 午後の21便と反対便の22便、夕方の105便と324便、夜の27便と4便、夜更けの169便と6便の6往復で乗用車構想が行われ、この6往復は当期間を通して継続された。1969年、昭和44年6月20日から9月30日までは、さらに12便の折り返し303便の 函館着岸壁を変更して、乗用車高層便とし、岸壁変更なしで、深夜の162便と早朝の164便、青森発岸壁変更した夕方の163便を、加えた8往復で、乗用車高層が行われた。1969年、昭和44年10月1日改正では、高便、平便はすべて青森第一岸壁、 箱館台に完璧仕様となり、これら10往復すべてで乗用車構想可能なダイヤとなったが、換算機でもあり、深夜の11便12便、午前の5便20便、午後の21便22便、午後の38便、夕方の25便4便、夜の27便26便、夜更けの169便の6往復で乗用車構想が行われ、1970年、 昭和45年5月1日から、さらに早朝の33便、昼の37便166便、夜更けの152便を加えた8往復とし、多客時となる7月1日からは、すべての公便、平便で乗用車構想が行われ10往復となった。以後、換算期6往復、通常期8往復、多客期10往復が続けられた。 津軽丸型7席のうち6席による、高、乙、平瓶15往復体制はその後のダイヤ改正でも、瓶名に変更はあったものの維持され、1982年、昭和57年の津軽丸、2代、正木丸、2代引退後も、石狩丸、3代、檜山丸、2代の2席の車両都線を、旅客店員650名、乗用車20台積載可能な客はじめ車両都線に、 改造し、交尾に充当してこの体制は継続された。両線は、石狩丸型と呼ばれ、その乗用車積載場所は、津軽丸型より一層低い線路甲板後部であったため、石狩丸型用として、青森第一岩壁副岸壁福岸側に車路が、函館第二岸壁にはエレベーターが設置された。なお石狩丸型の全長は144.6メートルと、 津軽丸型より12.6メートルも長いため、函館第一岩壁では、岩壁長を148メートルから165メートルに延長する工事が行われた。1984年、昭和59年2月1日のダイヤ改正では、貨物専用の有川三橋が廃止され、貨物専用便も函館三橋の2つの岩壁に発着することとなったが、 第一岸壁の長さは125メートルと短く、全長144.6メートルの空地丸、2台で、運行される定期貨物便に往復、53便50便と51便52便は、岸壁町165メートルの函館第二岸壁、仕様となった。これにより、発着時間帯の重なる、平便の2往復、173便170便と3便22便が、 箱館第一岸壁着発となって、乗用車構想ができなくなり、乗用車構想便可能便数は8往復となった。しかし、この時期は換算機の6往復のため問題はなかった。この改正後初めての卓却機である7月1日からは、この時期まだ明るい17時前後に行われる51便52便の箱館折り返しを第一岸壁に変更し、平便の3便22便を、 第2岸壁に移し、過労死手乗用車高層便急往復を確保した。1985年、昭和60年3月14日のダイヤ改正からは、51便52便の函館折り返しは第1岸壁となったが、乗用車高層打客機以外は第2岸壁が使用された。1986年、昭和61年11月1日の ダイヤ改正では不定期貨物便1往復が削減されたが、乗用車構想には変化なく、換算記6往復、通常期8往復、多客期9往復が続けられ、1988年、昭和63年3月13日就航の日の午前の便で終了した。乗用車積載台数は当初は6台、1971年、 昭和46年4月からは車間を詰めて4列8台に、1972年、昭和47年7月からは、遊歩看板を後方へ延長して12台とし、後に再度車間を詰めて13台とした。1982年、昭和57年参入の石狩丸、3台、檜山丸、2台においても当初の20台が、後年22台に増やされていた。 積載する乗用車の大きさ制限は、当初は全長5.6メートル、車幅2.1メートル、車高1.85メートル、車両重量2.5トンで、その後、長さ制限が5.3メートルとなり、1980年、昭和55年秋からは、車高のみ1.95メートルに緩和された。積み下ろしの待ち時間が少ないこと、発着場所が、 それぞれの都市の中心駅であることなどから、ターミナルが郊外に位置する東日本フェリーとの住み分けが成立しており、固定需要があった。津軽丸型では、露天の UFO 甲板後部に乗用車を積載したため、高天時には波しぶきが高層車両にかかることもあったが、1982年、昭和57年参入の石狩丸型の2席では、 先導乾板工部に新設された乾板室内に乗用車を収容したため、その心配はなくなった。また石狩丸型では1984年、昭和59年7月7日より、乗用車積載区画にバイク、自転車の積載も開始したところ好評で、翌1985年、昭和60年4月1日からは、津軽丸型でも同様サービスが開始された。 乗用車構想開始2ヶ月後の1967年昭和42年8月から臨時扱いながら津軽丸型で運行される旅客扱いしていない貨物便での乗用車構想が開始され翌1968年昭和43年7月からは津軽丸型による貨物便での乗用車構想は定期化されたそのため日本交通公社などから発売されていた 日本国有鉄道監修時刻表の国鉄の営業案内ページの連絡線に関する部分には高層線の時刻表が掲載されており、断崖には時刻表本文に載っていない便は乗用車、自転車、オートバイスクーター高層の運転者、同乗者以外はご利用になれませんと書かれていた。高層予約に関しても自動車の高層予約は乗船日の14日前からの受付で、 一部の駅の窓口や一部の旅行センター、日本交通公社と日本旅行の一部営業所しか取り扱わなかった。1982年、昭和57年当時、窓口で構想予約取り扱っていたのは、青森、函館両駅の他に、釧路、帯広、旭川、札幌、東室蘭、おしゃまんべ、ヤク森、浅虫、一個、森岡、弘前。 大館、秋田の北海道、青森、岩手、秋田の四道県の16駅のみだった。駅の旅行センターでは新宿のみで取り扱っていた。船舶電話を介して、全国各地と通話が可能であった。船内からかける場合は、船内案内所に申し込んだ上で通話が可能だった。船内へかける場合は、北海道は、函館船舶台、本州、四国、九州からは、 青森電話代へ、それぞれ申し込んだ上で船内への通話が可能だった。なお、この頃の公衆電話は、距離課金制で、例えば船内から東京へかけると690円ほど、したという。それでも、今連絡船乗ってるんだよ。と電話するための行列ができたという。船内の廃棄物は、海峡の途中で登記していたが、下北半島の国定公園等に漂着して、 美観を損ねたり、道の区湾内の沿岸に漂着するなどして、漁業被害も出るようになったため、1971年、昭和46年12月1日より、船内の廃棄物は、函館に陸揚げし陸上で処理するようになった。日本初の上タービン船を導入して、運航を開始日本初の車載客船、1925年、大正14年8月から、 車両構想を開始した。1942年、昭和17年以降は、戦時下の鉄道貨物輸送の増加に対応するため、W 型戦時標準無線が急ピッチで建造されたが、1945年、昭和20年7月の空襲で、聖艦連絡線は一時全滅し、終戦直後稼働できたのは、第7、第8聖艦丸の2隻のみであった。 戦災による輸送力不足を補うため休止状態の幹風航路、窒泊航路から連絡船を転属させるとともに、貨車高層船にも、客室、デッキハウスが増設された。戦争中に着工していた、戦時標準船3隻が就航。1946年に GHQ が建造を許可した、客貨船4隻、貨物船4隻が急ピッチで建造された。 設計期間短縮のため戦時標準線の設計を踏襲している。1954年、昭和29年の東山丸事故で喪失した3隻の台船が建造された。船尾扉を設けるなど事故を教訓に設計が改められている。以降の新造船はすべてディーゼル船。主にタグボートとして連絡船乗り着岸時に船体の引き出し、 推進作業を行うほか、幼地停泊中の連絡船への交代乗員の送迎、航路標識整備、校内清掃などに従事した。狭い水域での作業のため、戦前の早い時期から推進機に、ホイトシュナイダープロペラを採用しており、後には、ダックペラも採用された。青函航路廃止時の補助機船、着岸作業時に係留策を連絡船から岸壁に、 渡す作業を行う小型艇。バウスラスターを持たない、とはだまる、初代以前の連絡船の入港時に使用された。補助機船と同様に、強水域での作業に従事するため、ホイトシュナイダープロペラを採用していた。自動艇とは、自動車に類する内燃機関を動力とする艇の意で、自動制御等とは関係しない。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。